ようこそ我が瀬戸正体へ。俺は瀬戸鳴神、今日からお前らの隊長だ。まずは順番に自己紹介してもらおうか。自分の超能力が何かも教えてくれ。同じ隊の人間がどういう超能力を使うかは知っておくべきだからな。ちなみに俺の超能力は放電だ。それじゃあ花火から頼む。了解しました。花火一条です。超能力は発火、よろしくお願いします。ナギカーマンです。超能力は空気操作、海抜軍になるのが夢でした。セプテントリオン軍7頭の鳴神隊員のもとへ配属されて光栄です。ユイとスメラギです。超能力は念力、海抜軍には子供の頃に命を救われました。恩返しができるように頑張ります。おお、有名人のユイト君か。昨日の夜からテレビもニュースの配信もユイトのことで持ちきりだぜ。スメラギ家のお坊ちゃまがカイを撃退したってさ。どうよ、カイと戦った感想は。カゲロウ、ふざけるのはほどほどにして、お前も自己紹介をしろ。はーい、隊長。さて、567期のひよっこたち、俺はカゲロウ団、遅れてきた天才とは俺様のことだ。自称だがな。隊長ってば、厳しいな。そういや、ユイトとナギは志願兵だってな。俺はアダルトだから、まあ似たようなもんだ。よろしくな、みんな。仲良くやろうぜ。アダルトって？アダルトは大人になってからスカウトされた海抜軍のことだよ。知らなかったのか？俺たちみたいにスカウトされずに海抜軍に志願した人間と同じで落ちこぼれなんだよ。そういうこと。ま、ゴミ扱いだがそれなりにやってるぜ。お互い強く生きようや。入隊の経緯なんて気にするな。結局は強いやつだけが評価されて生き残る世界だ。他人の評価なんてクソくらえってな。さて、次は渡る。俺は渡るフレイザー。超能力は精神感能、要はテレパシーだ。つぐみナザール、超能力は投資、はじめまして。とまあ変人ばかりの正体だが、海抜軍なんてみんな大なり小なり変だからな。みんなうまいことやってくれ。さて早速だが、実地訓練を兼ねた防衛任務だ。今作戦はツーマンセルで行う。俺とナギ、カゲロウとツグミ、花火とユイトでサスをつなげ。全員準備を整えて1時間後に菊池場入口へ集合すること。以上だ、解散。ユイト、久しぶり。花火、驚いたよ。2年ぶりくらいか。まさか同じ隊に配属されるなんてな。え、ユイトと一条さんって知り合い？花火って呼んで。私とユイト大人馴染なの。へえ。でも訓練生の時は一度も会わなかったな。あ、私スカウト組なの。お、そっか。スカウト組と志願兵は訓練施設が違うんだっけ。花火ってエリートなんだな。そんなことないよ。あ、それじゃあもしかしてナオミ・ランドールって知ってる？ランドール姉妹？知ってるよ。あの二人こそ本当のエリートだもん。カサネなんて12歳の時に海抜軍にスカウトされたのよ。あの子、そんなに早くスカウトされたのか。え？ユイト、カサネのこと知ってるの？あ、うん。昨日一緒にカイと戦ったんだ。え？レイのカイ
強い襲撃で。嘘、重ねてはそんなこと一言も言ってなかったのに。もしかして花火、ランドール姉妹と仲がいいの？まさか。ナオミとはよく話すけど、カサネは…っていうか、カサネと仲がいい子なんてナオミぐらいじゃない？おお、マジ？ナオミちゃんのこと紹介してくれないかな？ああ、そういうことか。ナオミはモテるからな。おい、そこの3人、ベジャクシャ喋ってないで、さっさと菊池場に向かえ。はい。じゃあな、ユイト、また後で。まさか最初の任務でユイトと組めるなんて、ちょっと嬉しいな。よろしくね、ユイト。おい、ユイト、ちょい待ち。はい、何でしょうか。ワタルさん。ワタルでいいよ。お前にバイアスのことで伝達だ。なんか手違いで連絡行ってなかったみたいでな。バイアスですか？海抜群で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムのことだよ。毎年被験者が選ばれてシステム活用時の実践データが収集される。で、ユイトもその被験者ってわけ。隠さず伝えるけど、まだ開発途上だから効果の出方が不安定だし、副作用も明確にはなってない段階だ。その実験台になるってことですか？悪い、怖がらせちまったな。過去のテスト実績から体質的に合わないやつは最初から除外されてるって。だからそんな心配するなよ。どっちにしろ上の命令だから拒否権はないしな。まあとにかく起動してみろよ。他のシステムと一緒にインストールは終わってるはずだからさ。これで大丈夫でしょうか？見た目以外特に変わった感じしませんけど。システムが脳に作用してお前自身の能力の流れをビジョンで可視化してるらしいぜ。超能力って結局はイメージの力だからな。常に流れを意識することで研ぎ澄まされるんだってさ。それからサスの接続もスムーズになったりな。まあめちゃくちゃ痛いのは変わらないけど。まだなんとなくですけど理解できました。いろいろ教えていただいてありがとうございます。さっき心配するなとは言ったけどさ、バイアスが原因で脳が暴走状態になっただとか、精神が不安定になっただとか、不穏な噂もあるんだよ。だからもし何かおかしいと感じたら絶対に無理するんじゃないぞ。はい、ありがとうございます。気をつけます。よし、以上伝達終わり。ああそうだ、今後は敬語もなしな。気楽に行こうぜ。じゃ、任務に遅れんなよ。実験ってちょっと不安だけど、まあ心配してもしょうがないか。よし、準備ができたら菊池場へ向かおう。全員揃ったな。鳴神隊長、質問よろしいでしょうか？
ユイト、そんなかしこまらなくてもいい。海抜群は絆を重視するため、名前で呼び合う慣例がある。みんな見た目と年齢が釣り合ってないしな。階級だって、まあ、給料の計算のためについてるようなもんだ。海抜群が重視するのは強さだけだって覚えておきゃいいのさ。ざっくり言えばそういうことだ。で、質問ってのは？はい。あの、まだ渡るさ、渡るが到着してないようですけど。渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安にシステムの補助なしでテレパシーを送れるってわけ。とはいえ負担が大きいんでグループに入ってもらうぞ。パーソナルポートを開放してくれ。各班の代表はナギ、ユイト、ツグミとする。それぞれ渡るの誘導を受けて所定のゴールまで向かえ。途中の会議は全て討伐を試みろ。叶わないと判断した場合逃走を許可するが、ゴールにはたどり着けよ。以上だ。了解。じゃあまた後でな。頑張って。別行動だが、何かあったらブレイントークで情報共有してくれよ。さすが別の場って、痛いし変な感覚だけど、一緒に戦ってるんだって実感できるよね。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベットベトになるぞ。やった。近くに物資反応があるみたいだな。勝手に動き回るんじゃないぞ。ダメージの大きい区域は侵入禁止だ。任せてください。俺そういう空気読むの得意なんで。なんせ俺の超能力は空気操作ですから。今瞬間的に空気を凍らせたのも俺の超能力です。あ、本部の火山の水より。おお、それなら俺様がやっておきました。この間種まいた鉢から新芽が出てたぜ。かけろ、ナイスリカバリーでしょ。一家に一台頼れる影野くんを今後ともよろしく。それにしてもすごい場所だな。町が上にあったり下にあったり、子供の頃に行った遊園地の VR みたい。そこはもともと渡月への中継拠点だった衛星都市だ。
もっとも5年ぐらい前に怪異の襲撃で都市機能が麻痺しちまってな。この有様だよ。トゲッツって渡月橋の拠点の町のことですよね。ちょっとカルトっぽい。おっと、カルトなんて言っていいのかな。カゲロウはもともと渡月橋の伝道者で神職だったんだぜ。え、あの人が神職？おい、聞こえてるぞ。生徒招待のグループトーク使ってるの忘れんなよ。ごめんなさい。まあしゃあないわな、気にするなよ。親が信者だったから自然と神職になっただけで、教えには全く興味ねえし。今じゃ菊千葉がそんな風になっちまって、教団から周防に来る人間もあんまり見かけなくなったけどな。何ですかあのドローン。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。もう嗅ぎつけてきたか。気をつけろよみんな。カラス？マスコミ？みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街のビジョン、投影装置の故障かな。綺麗だけど、なんだか怖いです。ああ、よし。なんていうか、圧倒されるな。この調子で行こう。月へ帰ろうってね。訓練生の時から使ってるけど、たまに不安にならない？ブレイントーク、頭の中で考えてる本音まで相手に伝わっちゃうじゃないかって。大丈夫だろう、テレパシーとは違うんだし。ちなみに俺にも他人の考えてることまでは読み取れないからな。安心していいぜ。各班、異常はないか？凪班、異常ありません。そうか、それはよかった。だが、お前は俺と同じ班だから報告の必要はないぞ。何やってんだ、凪。禁止区域だ。すぐに戻ってこい。すみません、好奇心旺盛だもんで、つい。ついで許されることじゃないぞ。本部に帰ったら始末書だな。はい。
一番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でも…なんか、変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て。こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に怪物軍を殺してる怪異よね。隊長、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神兵には厳しい相手だが、持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。やるしかないな。行くぞ、花火。オッケー、やろう、ユイト。巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか。自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオン君7頭の瀬戸鳴神隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ上等兵の戦いぶりは。ユイトも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは、やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか。さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな、祈祷するぞ。巣王に戻るまでが任務だからな。気を抜くなよ。了解。カラスどもはいないか。やれやれ、どうやら今年の狙いはユイトみたいだな。今年の狙いって何ですか。スター候補だよ。毎年新入隊員の中の目立つやつがカラスにつけ回されるんだ。これから大変だぞ。しばらく続くんですか。困ったな。注目度高いならいいじゃん。もしかしたら取材とかバンバン来るかもよ。嵐さんみたいに広報誌の表紙になったりあるかもな。あいつらしつこいから。ユイト、いろいろと面倒なことになるかもしれないが、
真面目に応対しないで適当にいなすんだぞ。はい、できるだけうまく立ち回ります。来る。おっと、つぐみちゃんがカラスを見つけたみたいよ。よし、それじゃあ手短に。これで今回の任務は終わりだ。今後は上から直接命令が送信されてくる。出撃命令に拒否権はない。所定の時刻に所定の場所へ向かい命令を遂行しろ。討伐任務と実地訓練は自由参加だ。とはいえあまりサボるなよ。カラス、もうすぐそこまで来てますね。ジャミングかけてますが時間の問題です。他にわからないことは渡るに聞いてくれ。よし、スオーに戻るぞ。隊長、俺ここで直帰でいい？寄り道したいとこがあるんだけど。今すぐじゃなきゃダメなのか？やぼなこと聞かないで。やれやれ、構わん、好きにしていいぞ。隊長大好き。さっきのコメントはマスコミ相手のお世辞じゃないぞ。本当によく頑張ったな、ユイト。花火。あら、セト。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って。あ、ナオミちゃん。あ、ナギさんにユイトさん。あ、ナオミに重ねも。お疲れ。今日か、そっちも新兵の訓練か。そうなの、今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな生きがいいぜ。いや、重ねだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。重ねちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ。あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん、おかげさまで。さっき、ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかったです。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、重ね。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて、じゃあお姉さんがいるとか。ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの？あ、変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん、ありがとう。ねえ、ユイトってランドール姉妹と仲良しなんだね。今ので仲良く見えたなら花火も相当変わり者だと思うけどな。そうかな。おい、ユイト、先に本部に行ってるぞ。お前はカラスに狙われてるから、外でのおしゃべりはほどほどにな。ユイト、俺もお前と一緒に本部に行くわ。いいよな、ユイト。ナオミちゃんに褒められて。
たま活躍した場面を見てくれたんだろう。カサネには散々な言われようだったぞ。たまたまでも羨ましいもんは羨ましいんだよ。俺ももう少し早く駆けつけてたら。カゲロウってちょっと自由すぎない？寄り道したいからって自分だけチョキだなんて。カゲロウはいつもあんな感じ。花火は真面目だよな。うわ、カレントラバース少将だ。バカ、声が大きい。ユイとスメラギ上等兵。え？カラスともに追い回されているらしいな。はい。奴らは季節外れのモスキートと同じだ。無力だがうるさい。逆に利用してやれ。名前が売れれば階級も上がりやすい。瀬戸の隊にいれば実力もつくだろう。せいぜい励むことだ。貴様には期待している。よかったな、ユイト。カレン連隊長はお前が訓練生の頃から才能を見込んでくれていたらしいぞ。え、本当ですか？ああ、セプテントリオンの訓一等から期待をかけられているんだ。しっかりやれよ。カレン連隊長からの期待って、兄さん絡みじゃないよな。あの人、そんな人じゃなさそうだもんな。やばい、嬉しくて顔がにやける。それじゃ、すまないが渡るに会って報告を済ませてくれ。俺はちょっとカゲロウの様子を見てくる。カゲロウですか？菊池場に残ったみたいでな、少し気になるんだ。それとナギ、お前菊池場で侵入禁止区域に入ったな。始末書すぐに書いて提出しろよ。すげえな、セプテントリオンのカレンがユイトのこと知ってるなんて。期待しているって本気で見込まれてるじゃない。カレン連隊長のお眼鏡にかなうなんて本当にすごいわ。うん、でも俺志願兵なのにな。やっと来たな。待ちくたびれて出たくないのに出てきちまったぜ。記録するからちゃちゃっと任務の報告をしてくれ。俺も早く仕事終わらせてゲームしたいんだよ。救援信号だ、行かないと。俺も。ナギは始末書書けって言われてたでしょ。だけどユイとは行くんだろ。花火、渡るへの報告を頼む。あとナギの始末書書くのを手伝ってやってくれないか。俺は水葉川に行ってくる。ユイト、気をつけろよ。嵐が助けを呼ぶなんて相当だぞ。渡るがフォローしてくれるだろう。頼りにしてるよ。ユイト、気をつけてね。ああ、いろいろ頼んで悪いな。ナギのこととか。本当だよ、ちゃんと無事に帰ってきてよね。ユイト、確認してくれ。救援信号が発信された位置レーダーを送ったぞ。
こに嵐がいるはずだ。俺がやる。了解、チャンスだ。やっ、そこだ。貫け。渡る、水波川の開発特区ってどんなところなんだ。昔、町の建設中に断絶の帯の状態が変わってな、貝が多く降り注ぐ厄介な地点になっちまった。開発再開の目処も立たない。忘れ去られた幻の町だよ。この調子で行こう。畳みかけるぞ。終わりだ。俺がやる。やった、やったぞ。うまく狙えれば任務の負担軽減になりそうだ。狙えるぞ。終わりだ。任せろ。俺がやる。やったか。反応があるみたいだな。よっ。いや、新人くんか。ちょうどいいところに来てくれた。見ての通り取り込み中なんだ。力を貸してくれるかな。もちろんです。そのために来ました。そんなにかしこまらなくていいよ。ここじゃ年齢も階級も大した意味はないからね。ああ、わかった。俺にも何か手伝わせてくれ。よし、いい返事だ。ゲンマ、ユイトと殺をつなぐぞ。了解した。嵐、お前の高速移動でターゲットの後方に回り込めるか。剣手当は出るのかな。そういう話は吹雪連隊長にしてくれ。ふう、仕方ない。正面は二人に任せるよ。まずい、カラスだ。あのドローンは、あいつらのせいで怪異に気づかれたじゃないか。仕方がない、カラスのドローンには中継する権利がある。だがユイトの気持ちはよくわかる。よし、君たち後で口裏を合わせてくれよ。え、マジか。マジ、後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえばユイトの超能力は念力だったね。
せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなっても知らんぞ。後でコーラおごれ。今回は働きすぎた。もう何もする気が起きないぞ。しかしカラスのドローンを撃破した件はどうする。奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。怪異と間違えて撃退したんだ。仕方ない。ユイトも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。まあ気にするな。君はなかなか見込みがあるぞ。仕方ない、そういうことにしておこう。まあやるべきことはやったわけだし、周防に戻ろうか。そうだな。ゲンマさ、ゲンマ。なんだ。その足引きずってるみたいだけど、もしかして怪我をしたんじゃ。おや、本当だ。まずいな。ここでまた面倒な怪異に遭遇すると危険だぞ。大丈夫だ。足を引きずるぐらいだから痛みがあるんだよな。せめて応急手当てぐらいはしないと。しかしこの辺りは危険だ。早く移動した方がいい。そうだ、この近くにうちの家族がセーランに移動するとき緊急退避所として用意しているユニットがあるんだ。そこなら安全に治療できるんじゃないかな。そいつはいい。ユイト、案内してくれ。了解。今1データを送れ。オッケー。確かに近いな。ゲンマ、ここへ着くまで我慢してくれ。別に俺は。痩せ我慢はやめたまえ。君は無理をしすぎるところがあるからね。ここがスメラギ家の避難ユニットか。一般のユニットよりも設備が豪勢だな。そうなのかな。そうだ、ここを瀬戸に教えて瀬戸隊のセーフハウスにすればいいんじゃないか。ここはいかにもアジトっていう感じで居心地がいいぞ。セーフハウスって何。本部とは別に各班が独自に持つ避難所のようなものだ。海抜群ではアジトと呼ぶ。今回みたいに負傷者が出た時に助かるんだよ。あ、そうだった。ゲンマ、傷を見せてもらえるかな。何が大丈夫だ。血まみれだったじゃないか。ゲンマは本当に痩せ我慢ばかりするな。別にそういうつもりではない。アドレナリンが出ているからさほど痛くなかったのだ。わかったわかった。それにしてもユイト、驚いたぞ。治療の手際が新人とは思えなかった。俺もともと体が弱くて、
子供の頃から自分一人で薬を飲んだり怪我の手当てをするってことが多かったから。そうか、ご両親も忙しかっただろうしな。ああ、親父は知っての通りだし、お袋は俺が5歳の時に怪異に殺されて、うちにはメイドもいたんだけど、結局何でも自分でやる癖がついた気がする。うん、自分の力でやるのはいいことだ。ま、私が言うのもどうかとは思うが。そうだな、嵐はもう少し自分のことは自分でやるようにした方がいい。吹雪連隊長も心配するぞ。吹雪連隊長？嵐と何か関係があるのか？君は意外と世間のことを知らないんだな。私と吹雪は兄弟なんだよ。え？嵐が吹雪連隊長の妹？逆だ逆。海抜群を見た目で判断してどうする？私が姉で吹雪が弟だよ。嵐の潜在能力はセプテントリオンにも引けを取らないと言われている。サボり癖さえなければな。失礼だな、ゲンマ。私は無駄が嫌いなだけだよ。さて、少しここで休ませてもらおう。どうせスオウに戻ったら書類書きだの、戦果報告だの、カラスの取材だのが待ち構えているからね。お邪魔します。おや、君は確か一条海抜群病院の理事長家のお嬢さんじゃないかな。あ、嵐スプリング隊？いやいや、呼び捨てでいい。というか呼び捨てにしてくれ。毎年新人はこういう反応だね。すみません。はじめまして、花火一条です。病院は本家のおじが経営しているので、うちはノータッチなんですけど。そうか、ま、病院だの製薬会社だのには関わりがない方がいいね、お互いに。花火、持ってきてくれたか？うん、薬とか非常食とかいろいろ。ここのユニットの備蓄品、そんなに古かったの？使用期限切れのものがいろいろあってさ、親父ももう長いことセーランに行ってないから仕方ないのかもな。あ、ゲンマに使った薬と包帯はちゃんと期限内のものだったからな。気を使わせてすまんな。ところで二人は仲がいいようだが、海抜群に入る前からの知り合いか？幼馴染なんです。一条の家とスメラギの家ならそういうこともあるだろうね。ま、せっかくここまで来てくれたんだ。ゆっくりしていきたまえ。はい。嵐がユニットの持ち主みたいだな。違うんだな。カメラの前以外ではグデッとしてるからグデアラなんて呼ぶ人もいるらしいよ。グデアラか、言えて妙だな。